こんにちは、速稼塾の久保でございます。12月に入ってね、速稼塾の塾生さんもだいぶまた入ってきてくださいまして、この1ヶ月で目立った入塾した方といえばね、新入塾生さんといえば10代の方がね、いらっしゃいましたね。まあ10代、19歳若い方がいらっしゃって、もうすぐね、速稼塾の塾内でもご挨拶をするということでございましたので、動画の方お待ちしております。で、やっぱりね、改めて言いますけども、この1年ってあっという間に過ぎましたよね。なんかその感染症のことをずっと気にして1年、まあ過ぎてしまいました。で、どう転んでも泣いても笑っても2021年はまたね、今年以上に不利な状況でスタートするんですよ。ほっといたらどんどんずるずると閉塞感漂う、そういう風な暮らしに入っていきます。で、私たちは現状維持では対価なんですよね。まあ、ですので、いつも新たに何かに挑戦して新しい力をつけて、新しい稼ぎ口を増やしていかないといけないんですよね。よくキャッシュポイントはいくつも持った方がいいよって聞くと思うんですよ。それを何年も前から聞いてるけども、キャッシュポイントって案外増えていってないと思うんですよ。で、私はね、はばかりながらアフィリエイトから始めて転売があって、それから YouTube の収益があったりとかね、塾の運営があったり、コンテンツ販売があったり、そして最近は FX を中心とした投資がいけるわけなんですけども、これね、1個ずつキャッシュポイントを増やしてきたんですよね。で、1つのキャッシュポイントを増やすのに、やっぱり1年から長いもので3年かけてるわけなんですよ。で、今8年目の私は、数々のものが今手元に、手持ちのカードっていうのがね、増えたわけなんですけども、やっぱり腹をくくって1個のことを絶対に体得しようと思って、その1つに集中しないと、どんなこともね、なかなか成し得ないっていうふうに思うんですよね。で、今回も FX の基礎講座ってものをやりました。そしてこの3年ですけども、特にこの1年は FX に力を入れてきました。来年は FX をもっともっとね、私は極めて、で、多くの方と共に稼げる FX チーム、速稼塾の FX チームを作りたいと思っております。そのための今回の基礎講座だったわけなんですけども、さあ、これを通じてですね、中級編に進む方とか、それから FX で暮らしていくってことを腹をくくって決めた方とか、そういう方がいらっしゃったら、2020年は私と一緒に走っていただきたいかなと思います。同時にですね、FX をやってるところを絶対にやった方がいいのは、動画で撮って YouTube にアップロードし続けるってことなんですよ。これなぜかっていうと、FX とか投資系の YouTube の動画のネタっていうのは、広告費が高いんですよ。ですんで、その相場解説をしているところでもいいですし、坂田五法の説明をしているところでもいいですし、移動平均線のロジックを喋っているところでもいいんで、それをどん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 動画に上げていく、日々の取引も動画に上げていくということで、これリスクエッジになるんですよ。FX で勝っても負けても、YouTube での収益がコンスタントにどんどん上がってきますからね。だからこういうことも考えながら、やっていってはいかがかなと思っております。もちろんね、YouTube はチャンネル登録の数っていうのが一応制限がありますので、最初からね、儲かるってことはないんですけども、ただ FX の解説とか FX のネタっていうのは、やればやるほどチャンネル登録が増えてきますし、顔出しもしなくて大丈夫ですからね。で、場合によっては声も出さなくていいですから、ただ画面があるだけでも大丈夫ですから、まあご検討いただいて、ビジネスのそのキャッシュポイントのね、一つにしていただければと思います。そう、2021年はキャッシュポイントを絶対に増やしましょう。ということをメッセージに変えさせていただいて、そして速稼塾の新しいね、仲間、その中でも太陽介さんという方がね、多分動画で挨拶をしてくれるんじゃないかなと思うので、各速稼塾 YouTube 部の皆さん、よかったら返信動画をお待ちしております。ではもうちょっとお待ちくださいね。本日もいってらっしゃい。